OVA マクロスプラスに出てくる YF19 です。これは48分の1のモデルです。48分の1では太いので2パーツ構成です。ライトを光らせたいのですが3灯です。1箇所でいいので光らせることにしました。1ギメ用の凸の上に穴を開けます。ケーブルを出す上側に穴を開け、ライト部分にまで穴を貫通させます。ボディ側にも穴を開けます。車高のため黒サフ拭いてグレーサフを拭きます。グレーサフで合わせ目確認後、白サフ拭いて白を拭きます。グレーで墨入れします。キットのままで接着しなくてもしっかりしているので脱着できるようコネクタをつけました。秋月で売っているリード線付きの白チップ LED です。点灯テストです。ライトのレンズパーツの中央部分の塗装をドリルで剥ぎます。ボディ側のコネクタをエポキシ接着剤で固定します。エポキシパテでしっかり固定します。タイヤはゴム部分が2パーツ、中央も2パーツなので塗装が楽です。タイヤはタイヤブラックを塗装、内側から流し込み接着剤で固定します。反対側は通常の接着剤を奥の方にだけちょん付けします。前側の外側ははめただけで取れなくなったので、内側は接着剤を奥の方にだけちょん付けして接着。
どこにピコを収納するのか時間をかけて検討し、本体内部にピコ、腕の中にバッテリーを入れることにしました。腕と腕の間に隙間があります。 0.5 ミリと 0.3 ミリのプラ板を入れて隙間をチェック。 0.3 ミリでした。低いピンヘッダーを2個重ねてみました。直接ケーブルをハンダ付けしかないようです。0.3 ミリプラ板を挟んで接着しています。使用するのはリチウムポリマー電池です。入れる場所を確保するため超音波カッターで切ります。接着前に切るべきでしたが、その時はまだ悩んでました。プログラムの書き換えのための USB コネクタとブートスイッチが見える位置まで出るようにします。機種側にピンを立てるのでエポキシパテを充填します。後方側はネオジムマグネットを接着するためランナーを接着し平坦にします。1ミリの穴を開けて真鍮線を入れます。真鍮線が内部に入り込まないようストッパーを接着します。エポキシ接着剤でマグネットと真鍮線を固定します。
本体側に真鍮線を通す穴を開けています。マグネットが内部に入らないようにプラバンでストッパーを作ります。72分の1でも接着強度が不安だったのでネジ固定を考えます。3mm の穴を開け、ボディ側に 3D プリンターで作ったナットホルダーをエポキシ接着剤で固定します。この部分が飛び出しているので削ります。3D プリンターで作った M3 ナットとワッシャーをかぶせて固定するパーツです。エポキシ接着剤をエッジ部分に充填します。この部分はギザギザにしています。この膝のパーツはつくようにしかつきません。キャップネジの頭が干渉するので超音波カッターでえぐります。
この部分が上のボディと干渉しているので超音波カッターでカットします。この合わせ目は消す必要があります。使用している材料や工具類、動画で説明していない製作段を概要欄に書いていますので、合わせてご覧ください。チャンネル登録と通知のベルマーク、よろしくお願いします。よかったら、いいねボタンをお願いします。